はい。それでは、科学の授業を始めたいと思います。本日は、センター2017年の、ああ、なるほど。糖に関する計算問題かとね。嫌がる人は嫌がるんでしょうが、だからといってそんな特別難しいかと言ったら、多分そうでもないでしょうというところでして。で、はい。ある量の丸通すね。分子量342ね。これを、 酸性水溶液中で加熱し、すべてを炭糖 A に分解したと。で、冷却後、炭酸ナトリウムを加えて中和した溶液に十分な量のフェーリング液を加えて加熱したところ、CU2O の赤色沈殿 14.4g が得られたと。で、元のマルトースの質量として、最も適当な数値を一つ選べとね。ただし、 担当 A とフェーリング液との反応ではね、担当 A、1mol あたり CU2O1mol の赤色沈殿ね、これが生じるものとする。うん、という、その、わざわざ向こうから与えてくれている量的関係ね、うん、まあ、ここら辺をしっかり考えつつやりましょうよ、というところです。で、それでな、まあ、その前にもう一つ量的関係がいるんですけれども、そうです。 丸ースね。まあ、丸ースとい,いや、二等じゃないですかというね、うん。まあ、そこのところはすぐに分かってほしいのですが、あ俺知らねえよというね。それだとしても、まだまだ助かる道はあるんですよ。だって、この342という分子量ね。ここに注目なんですが、はい。単等ね。六単等って、 分子量180じゃないですか。で、そして、これの2倍で360なんだけれども、脱水しているわけだから、それ引く18っていうのがきれいに342という分子量と合致しているわけですよね。ということはそう。6担当ね。 これが二つですよと。で、そこから脱水している紛れもない二等じゃないですかというのは、たとえ丸ースという名前をまるまる忘れていたとしても、引っ掛けてるつもりかと言われますが、いやいや、そんなことはないというところですが、うん。なんとかね、リカバーできる可能性もありますので、ちゃんと与えられている数値には気をつけて。ただし、あの、担当の場合に分子を180ですよというね、これはやっぱりさっと出てこないと、 いろんな局面で困る。時間がかかりすぎるという、ね。それはありますから。しっかりと覚えておいてくださいな、というところです。で、それでもってそう。これが二等ですよ、ということが分かれば。はい。結局そう。マルトース二等類です。だから、1モルのマルトースからは、2モルのアルファグルコースね。 いや別にそう、アルファグルコースであるかどうかどうでもいいんですけど、ね、今回はね、うん。まあこれを生じることになります。まあ、なんでどうでもいいかって言ったら直接聞かれてないのもそうですし、そう、担当の場合だとすると、まさかまさかの快感できないとかそういうことはないじゃないですか。だからということで、ちゃんと還元性を示すことは間違いないですからね。うん、まあ何はともあれそう、1モルから2モル生じますよという。 そこを分かっておいてくださいよというお話になります。で、それからなという話になって、はい。求める質量、どうやって出しに行くのかなと言いますと、うん。まず、CU2O ね。これの式量というのが64、64×2 足す16ね。ということでそう。 144ということになります。で、実際の赤色沈殿の質量というのが14.4ですから、144÷14 って、四4四分の14.4ね。これによって、まずは CU2 をね、酸化銅1ってやつ、これの物質量が出てきたことになります。 で、それでもってそう。それと単当の一問ね。っていうのが間違いなく1対1の関係。で、ただ、我々はそう。丸ースまで戻んなくちゃいけないんだよね。で、さっき見たこの関係があるから、丸ースの物質量というのは、今出てきた CU2O の物質量の半分ということになるわけね。 だから、ここまで来たら、あとは、分子量の342ね。これをかけてやることによって、そう、1 7 1ムとね、言った感じで出てくりゃ、正解ですよ、というお話でした。でなぁ、まあそう、他にも見といてほしいことっていうのはありますけれども、そうです。フェーリング液ね。まあ、これの詳細っていうのも、 教科書を見りゃ書いてありますが、まあ何はともあれ、ここのところが CU の2プラスを含みますとね。で、それでもって CU2 プラスそのものの酸化物 CUO ね。これだとすると黒色の沈殿になっちゃうわけだな。ですけれども、この糖というやつね。 これは、開感します。で、そして、アルデヒド型ね。砂上のアルデヒドを持っている、アルデヒド木を持っているタイプね。あれになった時に、ちゃんと還元性を示すじゃないですかとね。いうことになるので、CU2 プラスが一家の銅 CU プラスになります。で、それでもってそう。沈殿になった CU2 をね。 まあ、こちらは全然色が違って、赤色ですよというね。まあ、そこら辺のことを、まず分かっておいてくださいなというところ。でね、もちろんね、この、フェーリング液との反応。これの詳細っていうのは、教科書に書いてあるかといったら、必ず字も書いてはいない。ということなんで、本当だったらそう。あの、担当とフェーリング液との、 反応の際の量的関係ね。これはちゃんと1モルに対して1モルですよというのは書かなくちゃいけないところではあるのですけれども、ただね、一部大学等では書いてないで普通にほら計算しなさいというね。あっちの問題もあったりする。あとあるいは書いてはあるんだけれどもこんなにはっきりしてなくて、長い問題文のどっかにちょろっと書いてあるだけとかね。そういうこともありますので、まあぜひともね、この量的な対応関係ね。 で、まあ、なんだかんだと言って、フェーリング液、等の還元性ね。これを調べるために出てくるよっていうことになりますから、単等1モル値で CU2 を1モルですよという。まあ、そこを分かっていれば、な困ることはないでしょうというお話です。まあ、というわけで、最初に言いました通りで、誰が何と言おうと等の問題ですよとね。それは間違いないのですが、まあ、だからと言って何か、 細かい知識がないと全然勝負になりませんとね。なもんじゃない。だから、丸ースっていうのが二等ですよ。知っているか、分子量からそりゃ二等に決まってるじゃないという。そこら辺を出してもらえれば十分勝負はできますからな、というところです。じゃあ、そんな値で本日の授業、お疲れ様でございました。はい、本日の授業、いかがでしたでしょうか あ,あ、面白いな、分かったなと思っていても、一週間、二週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。